お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ本日も営業が終了しまして、はい、今日はこれから渡辺さんは、はい、勉強会が、はい、行ってまいります。あるんですかね。はい。うん、でつい先ほどまで、はい、なっちゃんのね、モデルさんの撮影なんかもこうしててね、はい、まあ今ちょうど終わったところなんですけど、はい、まあかっちょいい作品がちょっと撮れたっぽくてね、よかったですね、うんうん、まあ、やっぱり新しいああいうその若いスタッフが作品作りなんかをすると、うん、こう我々もまたねその子が連れてきたモデルさんの雰囲気だとかね、うん、こうお店にもまた新しいテイストがこう入るような感じもあってね、はい、まあよかったじゃないかなという感じですけどね、はい、まあで渡辺さんがこの後また出かけなきゃいけないということで、はい、今日はまたいつも以上に取り留めのない話になるかなというふうに思ってるんですが、はいはい、まあ、今日はですね、はい、もう最近もう巷ではもう話題も話題のですね、はい、鬼滅の刃、はい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 、こちらですね、はい、渡辺さんは見たことあるんですか、はい、もちろんありますありますが、はいはいはい、僕はアニメで見たので、うんうん、まあ、今それこそ公開になった映画の前まで、アニメはもう全部見た、全部見ましたですか、はい、おアニメがあれが20話ぐらいですかね、そんぐらいでしたかね、そうですね、20話ね、そうですそうです、うんうん、伊藤さんは、うん、アニメも、うん、漫画本も、うんうん、読んでないです、あら全然触れてない、全然触れてないですね、まあ、ただ、うんうん、小さい女の子のお客さんとかがよく帰りにカットし終わると私は髪の毛アレンジしてあげるようにしてるんですけど、最近のオーダーが、うん、ねずこちゃんみたいに、うん、なるほど、ね、なるほど、ねずこちゃんみたいにしてほしいって言ってなみなみウェーブにしてあげて、ほうほうほう、ここピンクのリボンつけて帰らせるっていうのをやるので、うんうん、ググったことはあります、うん、ね、キャラクターは知ってるのね、ねずこちゃん知ってますね、うん、話は知らないけど、うん、ね、うちはもう娘ちゃんがまず見ましてね、はい、アニメの方を見始めまして、はいはい、なんかすごいテンション上がってね、うんうんうん、毎週楽しみに見てるみたいな感じになって、うん、で僕も何そんなにハマってんのっつって見たと、うん、で僕はですね、はい、もう思い返せばいくつからでしょうか、小学校中学校からもう毎週ジャンプを欠かさず買っていた男なんですが、はいはい、なんと僕はね最近こうこの鬼滅の刃を、はい、ジャンプではねほとんど見てなかったんですよね、あ、そうなんですね、最初、うん、はいはいはい、もうもっぱら、ワンピースとハンターハンターぐらいでね、うんうんうん、でハンターハンターはもう休んで全然やらないしもうほぼワンピースのためだけに今も毎週ジャンプを買うみたいなね、うんうん、感じだったんですけど、うん、で、娘ちゃんがハマってるのを見て、うん、で僕もアニメを見て、うん、おなかなか面白いじゃないかと、うん、でよくよく見聞きしたらジャンプで連載してるんじゃないかというところでね、まあ以後ジャンプでもちょっと読むようになり、はいはいはい、で、そのアニメが終わって、うんうん、もうね続きが気になると、うん、最初はうちの娘ちゃんもアニメで見たいって言ってたんだけど、はいはいはい、もう気になって気になってね、うん、まあ、結局もう全巻コンプリートと、うん、いうことに相なったわけですけど、うんうん、でまあもう実際ジャンプの方で連載はもう終了してますから、うん、もう完全に鬼滅の刃自体はもう原作がもう終わってるわけですけどね、はい、で今回映画で、うん、まあ、そのアニメでだいたい20話ぐらいまでやって、うん、まあその後のストーリー、うん、これだからこの鬼滅の刃の映画っていうのは、はい、いわゆるそのよくアニメの映画版でありがちな、うん、映画オリジナルストーリーっていうことではなくて、うん、原作のアニメの、うん、もう続きのストーリーなわけですよね、うんうん、これが ね私はもう子供を連れてね、うん、映画も見てまいりました、あ、そうなんですね、はい、うん、もうね、はい、これはもう細かいことは言えませんけどね、はい、うん、僕の中ではですね、うん、もう大満足の作品でしたね、へえ、はい、もうで僕はねもともとね、はい、煉獄さん推しなんです、はいはいはい、今回の映画ではこの煉獄さんっていうのがものすごい大活躍するんですけど、はいはい、もうね僕はこの煉獄さん推しで、はいはい、もうね最初からだからもう楽しみだったんですですよね、うん、今回のはもう、うんうん、だからもう大満足で、うん、
まあ、あのいずれの日かね、この多分映画版が DVD になる日も来るでしょう、うん、間違いなく買いますね、うん、っていうぐらい、間違いなく買いますし、うん、先日、はい、ネットで見つけてしまって、はい、煉獄さんフィギュア、うん、予約してしまいましたね。またそういう無駄。いやいや、もう、もう僕のなんていうんですかね、心の支えのキャラクターですから、もう煉獄さんフィギュア見つけたらもうちょっとこれはね、うん、買わざるを得ないと、なるほどね、ただあのどうやら手元に届くのは来年の夏ぐらいらしいので。あ、そんなに。そうなんです、受注生産って言うんですっけ。あ、受注生産でね、うんうん、まあまあもうそのぐらい、うん、僕はもともと煉獄さんが大好きだったんで、うん、もう今回の映画はもう大満足と、うんうん、娘ちゃんと僕はもう大満足、大感激、大号泣。号泣なんですか。いや、もう感動もするんですよ、うん、感動もするし、うん、ハラハラワクワクもするし、うん、でも大満足な作品になってますけどね、うん、やばい。まあもう我々が言うに及ばず、もうね、今も映画のなんかいろんな興行記録を塗り替えるがごとくの快進撃をね、うん、出しておりますから、うん、もう多くの人が今もうハマって見ていると思いますけど ね、 そうね。まあそんな中で伊藤さんは全くまだね、はい、そう触れたことがないと。そう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 、これはもうね、うん、まあもともとこの鬼滅の刃はもちろん原作自体が人気だったんでしょうけど、うんうん、まあこのアニメ化したことによって、はいはい、もう人気に火がついたと、うん、もう爆発的な人気がもうね、うん、出たっていうふうに言われてるわけですけど、うん、まあこのアニメーションの綺麗さと、うん、またその BGM とか音楽のやっぱりこう素晴らしさと、うん、そしてね、なんといってもその声優さんのやっぱり素晴らしさというんですか、なんかそこら辺がすごい高評価になってるという話をね、うん、まあ、よくお聞きするんですけど、うん、まああの声優さんっていうのも、あのこの僕は鬼滅の刃をね、娘ちゃんたちとかがハマって、うん、でまあこの今回映画化があって、はいはい、でその映画化前とかにこういろんなね、こう記念イベントみたいなので、うん、こう番組があったりするわけですよ、うんうん、で声優さんが出てね、こういろんなこう話をしたりするんですけど、うん、まあやっぱりこの声優さんっていう仕事もね、まあもうプロフェッショナルですよね、うん、すごいなと、うん、まあ僕ら世代で言うとやっぱりもう声優さんっていうとね、うん、神谷さんですよ、北斗の拳、あシティハンター、はい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 、筋肉マン、はい、ね、もう声優オブ声優神谷さん、ね、そして山田さんですよ、ルパン三世、ね、で山田さんなんかはもう本当にそのなんて言うんですかね、山田さんの性格っていうかキャラクターとかもう見た目も含めてね、もう本当にリアルルパンみたいな感じでね、もうすごい大好きだったわけですけどね。渡辺さんで言うと声優さんっていうと誰ですか。いや僕声優全然詳しくなくて。いやいや、じゃなくて例えばその自分が一番耳なじみのあるこう漫画の声とかさ、もう、うん、ドラゴンボールです。ああ、ボス、オラ悟空。似てない。え、珍しく似てない。そうね。うん、ドラゴンボールですね。ドラゴンボールね、はいはいはい、あとは、うん、あのドラえもん、僕、うん、僕ドラえもん。いや似てどうしたどうした。ジャイアン系だったドラえもんが。ドラえもん、はいはいはい、かな、うんうん、かなかな、うん、伊藤さんは何かありますか。はい、私は、進撃の巨人のリヴァイ、リヴァイさんね、リヴァイさんの声とリヴァイ兵長、うんうん、大好きなのね、リヴァイさん、うんうんうん、とあとワンピースのトラファルガーローがすごい好きなんだけど、うん、まあ、その両方キャラクターもすごい好きだし、顔立ちもすごい好きなキャラなんだけど、うん、同じ声優さんが声をされていて、あ、リヴァイ兵長と、うん、トラファルガーローが同じ声優さんがやられてる声、ね、うん、その声がね、うん、もう好きで、うん、ドゥキュンあって感じ、声ね、声萌え、そう、ドゥキュンって感じ、俺がリヴァイだ、違う、え、違う。やめて。違う、うん、違う。キャラクターでね、うん、好きな、すごい好き、あ、うん、まあでもやっぱり声ってさ、うん、まあもちろん歌もそうなんだけど、うんうん、なんていうんですか、やっぱりこればっかりはもうほら
持って生まれたものっていうんですか、うんうんうん、まあ多少こう声色を変えるってことはね、うん、こうまあちょっとしたこう調整でね、うん、まあできますよ、うんうん、ね、でも、うん、やっぱり本質的な声っていうのは、うん、これはもう持って生まれたものっていうかね、うん、まあただ逆に言うとね、うん、みんなそれぞれの声があるじゃないですか。あるある、ね、で渡辺さんの声聞いたら渡辺さんって思うわけですから、はいはいはい、もうやっぱり声って唯一無二、うん、ある意味誰でも唯一無二ですよね、うんうんうん、渡辺さんの声だっていい声だなって、うん、いやどうかなでも何でしょうね、あのいい声っていい声、あ、いい声の人って、うん、例えば、いや難しいですよね、だから歌声で言ったら例えばもう上杉翔さんいい声だな、もう唯一無二だなってやっぱ当然思うわけですし、まあじゃあかといって歌が上手いからいい声かっていうと、うん、またちょっとそうでもないところもあるでしょ、うん、ね、うんうんうん、で例えば伊藤さんなんかはそうやってほら、まあ、キャラクターが好きなのかもしかしたらもう声が好きなのかみたいなぐらい、うんうん、その声でこうキュンとするぐらいの感じってあったりするじゃない、うん、あるあるある、俺がレバイだ、違う、え違うんだ違うんだ、ね、そういうさでほら俺もそうだけど、うん、ちょっといい声出してみますよっていう時って絶対ちょっと低めの、うん、どうも、はい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 、私が代表ですみたいなこういうことするじゃない、うん、あ、まあ、確かになんでこれがいい声だと思ってるのか自分でもよく分かんないけど、ちょっと低くするのかね、ちょっと低めに、うんうんうん、でちょっとクールっぽくね、はいはい、しちゃいがちなんだけど、うんうんうん、こいい声ってね一体何なんでしょうね、なかなか、まあ、確かにメンズだとやっぱいい声って言ったらちょっとこう重低音の、うんうん、ちょっとね、うん、そうしたくなるじゃない重低音な感じでしょ、うんうん、女子の私からすると、うん、ちょっと高めの声がいい声だと思ってるから、うん、俺がリバイだ、違う、やめろ違う、やめろ、違うの、そう違う、全然違う、違うの、そう、それでほら、うん、電話とかの、うん、対応する時も応対する時も、はいはい、顔が見えない分、うん、声をワントーン高く言おうって思ってるからさ、うん、そうそう、我々やっぱり接客業ってこう電話対応もしますからね、うん、そうそう、で電話はやっぱお顔が見えない分、うん、やっぱ声のね、うん、トーンとかで印象が決まりますから、うんうん、もう電話出る時もね、うん、はい、もしもし、違うよバックステージの伊藤です、違う違う違う、私は、うん、ありがとうございます。バックステージ伊藤ですっていうのね、うん、そしたらね、この間電話口でね、なんかクスクス笑われて、うん、長年通って来てくれてるお客さん、嘘くさいと思ったんだろうね、そしたら、うん、なんか、え、伊藤さん、なんかどうしたの、水の中で溺れたみたいな声してるよって言われたんだよすげえ失礼じゃない、あ、まあまあまあ、ね、まあ、やっぱあまりにも、こういつもとね、うん、違くて、だからほら、昔は僕ら家電時代ですから、うんうん、家でなんかそうだね、家のお母さんとかさ、うん、電話鳴ってまだ相手が誰だか分かんない時はさ、うんうん、はい、もしもし、佐藤でございます、うん、ああ、ああ、あものすごい楽さがさ、うん、そうそうそう、そんないい声で出といてみたいなね、うん、そう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 、渡辺さんなんかはどうですか、はいはいはい、僕はやっぱり僕もともと結構いい声出そうと思うと裏返るじゃないですか、うん、渡辺さんしょっちゅうなんか裏声になってるよね、そうそう、前も YouTube で裏返ってたもん、そう、それが、うん、別に悩みってことじゃないですけど、自分では普通にこう行こうと思うのに、はいはい、あれっていうことが多々あるわけですよ、ちょっとひっくり返っちゃってね、そうなんですはい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 、あります、あります、恥ずかしいし、うんうんうん、むしろ予約の電話取るときもたまにやっちゃうんですよね、うんうん、それが、うんうん、まあまあそうですよねで、まあ、だから声って、はい、例えばその男心で言ってもさ、うんうん、そのなんだろう、難しい、ちょっとこう例えば難しいんだけど、間違いなく自分が聞いた時に好きな声ってやっぱあるよね、あれ、うんうんうん、この子絶対可愛いはずだって思う声っていうかってあったりするし、まあそのなんて言うんだろ う, こう高い低いとか可愛いっぽいとか抜きにして、なんかこう自分が好きな声ありますねってやっぱあるよね、はいはい、そうですね、で逆に言うとさ、まあだから声って本当にその例えば、うん、伊藤さんが、うん、俺にもう怒られてばっかで、うん、もう代表の声聞くと、うん、もうおっかないことしか浮かんでこないみたいに思ってる精神状態の時ってさ、うんうん、もう俺の声を聞くだけでさ、うん、はぁ、あ、とか
かさ、うん、嫌な感じなんだね、うん、こうあるじゃん、あるだ、やっぱ声ってすごいよね、そういう意味では、すごい、あとさ、うん、あともう一個さ、うん、すごいなって思うのがさ、はいはい、ミーティングするじゃないですか、お店で、はい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 、はい、ミーティングするとさ、まあ、基本代表がこう、うん、いろいろ話すよね、うん、話すじゃん、うんうん、なんだけどそのミーティング中の代表の声を聞くと、うん、私のあるスイッチが入るんですよ、睡眠スイッチね、そう睡魔のスイッチ、睡魔のスイッチわかるわかる、不思議なんだよ、寝ちゃいけないのは分かってるんだけど、いや、そうだね、すごい、やっぱり僕の声には何何どうしたどうした、その安心フェロモンがこう、うん、出てるんじゃないですかね、出てないと思います僕の声に、どうしてもどうしてもこう安心してしまう、うん、僕の声を、なるほど、だから眠たくなっちゃう、わ、うん、かんない、あ、それかシャットアウトしちゃおうってなるほどね、そっち、はいはい、そう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 、あ、まあね、そうはあるかもしれない、うん、まあだから本当にその声って、うん、あの本来はもうさっきも言ったようにこう一人一人に自分の声っていうのが当然あるし、うん、またその歌うという行為をした時に、うん、こう醸し出る自分のこう、ね、うん、歌声もあるし、うん、また怒った時に急にそんな声出すかみたいな声もあるし、あ、いや、まあ本当に声っていうのもね、うん、こう考え出すと奥が深いなっていうのもあるし、うん、昔本当聞いたのは、あの松田聖子さんってすごい日本人の耳にすごいこうなんていうんですか、心地よいなんかその周波数の音なんだって聞いたこともあったりしたことがあるんですけど、まあ、それどうかわからないですよ、うん、なんか昔聞いたことがあってね、うんうん、なんかへーってやっぱ思ったことがあるんですけど、うんうん、まあ、本当にその人の耳にね、うん、あの馴染みやすい声とか、うんうん、まあ、声とは言わないけど例えばこういう音とかねで言うと、うんうん、やっぱりこう不快音とか、うん、こうどうしても人が嫌な気分になる音とか、うん、やっぱね、まあ、音とか声とかってやっぱ考え出すと奥深いなと思ってね、あ、確かに、うん、まあ、そんなことをねこう今話しててね、はいはい、まあ、このトークは基本的に台本もなければあんまり取り決めもないので、そうです、ね、今日は最初はその鬼滅の刃の映画の話から声優さんに行き、はいはい、そして声に行ったというね、はい、まあ、こんな流れで、お話をさせていただきました、はい、まあ、この後渡辺さんまたね、はい、勉強会もありますので、行ってまいります、今日はこの辺で失礼したいと思います、また次の動画でお会いしましょう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。